ボーイズ&ガールズ注目、お楽しみイベントのお知らせよ。そう、恒例のベース対抗戦技大会が近づいてきたわ。一番を決める大会だな。くぅ、燃えてきたぜ。その勢いよボーイズ、優勝を勝ち取りなさい。よし、決めるぜ優勝。ワクワクしてきた。ということで、しばらくの間各自大会に備え自主訓練よ。以上。優勝を狙うにはまずアドバンスベース代表に選ばれなくちゃ。それからさ、ブレン、何より大事なのはね、一人じゃ出場できないんだ。何ごちゃごちゃ、大丈夫だ、先輩くんがいるじゃんか。まあそうなるよね、この流れは。チームもまだだし、いいけどさ。決定、あとは優勝だけだな。ブレン、その前に練習練習、まず訓練相手を探しに行こう。僕たちならできる。決めてくぜ。ついてねえ。いや、やっとついた。まさかオスプレイの燃料タンクに穴が開いてるなんてね。準備運動にしてはハードだったな。こんなに歩いたの久しぶりだ。ごめんね、やっぱり僕のせいかな。え、いや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 、偶然が重なることはよくあるよ。そうかな。ああ、よくあることだ、気にすんな。で、あれ、どうかしたブレン。おかしいな、ハーモナイザーが動いてないぞ。え？で、あれ、僕のも反応しない。あ、僕のも。3人同時に壊れるなんて。大丈夫だよ、ハーモナイザーくらいね。ああ、ライフの回復なしならかえっていい訓練になるぞ。そうだよね、気合い入れて頑張ろう。それじゃ行くよ、ついてきて。椿ってついてないよな。し、気にしてるんだから。ほら、二人とも早く。囲まれてる。こんなに反応なかったよ。わあ、 PDA 壊れてるし。面白いことになってきたぞ。ワクワク、いやドキドキか。
びっくりした。怪我がなくて何よりだったよ。こんなこともあるんだな。よし、気を取り直して次だ。
やべえ。やった、ゾンを倒った。いい訓練になったな、バリバリだ。いや、もうゴリゴリです。ありがとう、助かったよ。エクストルーパーズ。